恐怖の弾き語りでございまして、ピアノが簡単に弾けるっていうことでございます。はい、誰よりも君を愛すっていう、もう昔の曲なのでもう結構誰も知らないかもしれないんですけども、私もよく知らなかったんですけど、これ結構好きでですね、これたまに弾くんですよね。はい、いい曲ですよこれ ね、 ね、こういう、うん、こういうのはいいと思うな。で、ルルルルちょっとルル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 ル。まあこんなイントロなんですけども、ピヨピヨ譜面はこういう風になります。ピヨピヨ譜面っていうのは何かっていうのはここのですね説明のところに全部入ってますので、あとご協力をお願いしませんとか楽譜とかですね、ちょっと今検討中でですね、検討中っていうかですね、まあ私一人じゃできないので、まあなんかね、ご協力してくださる方がいらっしゃるまでですね、ちょっと動画撮り続けますけれどもですね、はい。あとね、鼻歌とかいろいろこの説明のところに全部入ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでイントロこれも歌いたいと思います。はい、簡単に弾けます。はい、くるるるるるるる、これだけですね。はい、るるるる、ピアノが弾けるようになる方法もいっぱい録音してありますので、ルル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 ル、こういう風になります。ピヨピヨ譜面ですね。はい、あとはもう市販の楽譜もいっぱい売ってると思いますのでですね、まあいろいろご購入いただいてですね、いろいろ自分なりのね、編曲っていうかいろいろ考えるのが楽しいと思います。はい、で歌ですね。ルル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 、あ、いい曲だな。ルル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 ル、ここまでが前振りなんですよ、この曲ってね。ここまでが前振りなんですよ。で、次の4小節のためにこの前振りがあって積み上げてきて、で、ここで爆発するわけですね。ルル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 、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目ですので、はい、ルーンということですね。この最後のね、このタララ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 ラがね、いいわけですよ。この4小節でこの曲大ヒットなんですよね。うん、でも今知ってる人はどのぐらいいるんでしょうかね。はい、もう誰も知らないかもしれないですね。でも結構 YouTube が再生されてると思う、載ってると思うんですよ。はい、ね、はい、ルル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 Loo-l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 oo
ということでいかがでしょうか。はい、これはもう名曲でございますね。はい、では、ぜひ弾いてみてください。はい、まあこういうね4ビートとかちょっと練習しないと、ちょっとできないかもしれないですけども、まあいずれできますので、ピアノやったことない方もですね、まあ、この仕組みが分かればですね、全然このぐらいは難しくないんですね。ジャズは難しいですけどね、ジャズは難しいですけどね。はい、どうもすいません。はい、失礼します。